はい、本日10月4日の相場解説、朝6時46分になりますね。大体いつも同じ時間に相場解説してますよね。えー、さあですね、このデイリーなんですけども、デイリーは何回も申し上げているように、こういうふうなトレンドからセカンダリートレンドに移ってきて、結局はトレンドの方向に戻るんではないかなということをお話ししましたけども、こういうふうな道になりましたね。で、これをシンプルに書くと、こういうふうになります。こう、こう、こうという形ですかね。 まあですね、これが、こういうふうにいくんじゃないかなと私は考えております。あ,あ確かにね、これダブルトップじゃないかなっていうふうに言われた方もいましたね、これ。ダブルトップではないかなと。ダブルトップだから、下に下がっていくところは見えるんじゃないですか。まあ、ダブルトップと見てもおかしくないですよね。で、それがですね、健在化するのが4時間です。4時間は見事なダブルトップを見せてますよね。はい、同じところで。 反転してますこれは私も申し上げてましたね、ここが力点になりますんで、ここを、ね、突き破って上に行くか、上に行ったら行ったのを確かめてついていけばいいとで、跳ね返されて下に行く場合は、下に行くのを見てついていけばいいということで申し上げておりました、で1時間を見てみましょうか、まんまとですね、まあ、思った通りになるわけですよ、これが。 はい。えー、ここはですね、夜中のうちになったんで、私は取り損ねたと申し上げたところです。で、組み上げて、ここは取れたでしょってことですよね。それで、ついでに言うとですね、これもう同じですよ。同じ理屈で、トーンと。で、もう一回同じ理屈できますからね、これ。はい。売りに行けばいいんじゃないですか。うん。だから、ずっと売りというふうに申し上げてましたけれどもね、106円に向かうんですよってことで、106円になりましたよね。今度は、106円から105円に向かうということを考えております。ですから、ロスカットを、 プッと引いてでですね売りでエントリーをもういつでもいいんで売りでエントリーして放置しとけばいいんじゃないかなと思います。すごくシンプルですね、今日ははい。いもちろんね、ロスカットは引いてくださいよ。これ、あの仮説ですからね、こうなるに違いないと思って、エイヤーと勇気を出して売りに行くわけなんですよ。だってこれ、売り以外ちょっとね、考えられないんですよ、こんなに大きなトレンドを引いてしまったら。売りでしょ、ここでドーンと来て、ドーンと来て、ドーンと来て、もう一応ドーンと来ますよ、これで、売りが止まった時に初めて買いに入ったのかなって考えればいいわけですよね。 なんかここは、あのー、もう勇気を出していきましょう。はい、売りで。はい、どうぞ。